メンタリストの DAIGO さんが8月14日に YouTube を実施。路上生活者や生活保護受給者の命を軽んじた発言を改めて謝罪しています。DAIGO さんは7日に配信した YouTube で、生活保護の人生来てても別に僕は得しない、自分にとって必要がない命は僕にとって軽いんで、ホームレスの命はどうでもいい、など人命を軽んじる発言をして大炎上。13日夜に一度は謝罪しましたが、騒動は収まるどころか各方面に大きな波紋を引き起こしています。騒動をめぐる影響の一つとして、生活保護問題対策全国会議など生活困窮者を支援する4団体が14日、DAIGO さんの発言と謝罪を受けて、メンタリスト DAIGO 氏の YouTube におけるヘイト発言を受けた緊急声明を発表。発言の問題点を挙げた上で、菅義偉首相に DAIGO氏の発言が許されないものであることを明言した上で、生活保護の申請が国民の権利であることを率先して市民に呼びかけることを求めるなど、社会に広く5つの提案を行いました。その上で DAIGO さんの謝罪を、自らの発言の問題点を真に自覚していると評価することはできず、その反省と謝罪は単なるポーズの息を出ていないと言わざるを得ません、と一蹴し、再謝罪を要求しています。また同日には、DAIGO さんがアンバサダーを務める、霧島天然水飲むシリカの公式サイトが、DAIGO さんが出演する CM の放送及び広告起用を当面のまじ粛することを発表。路上生活者への炊き出し支援活動などを行っている同社は、いかなる状況においても差別的発言は許されるものではなく、と今回の事態を重く受け止めるとともに、支援団体への寄付を検討中だとしています。DAIGO さんの弟でタレントの松丸亮吾さんも騒動発生後の12日、今まで兄が炎上しても、また炎上してんな、くらいにしか思ってなかったし触れないようにしてたけど、人の命を軽く見る発言だけはさすがにダメです。それだけは絶対に許されない、とツイッターで厳しく苦言。兄が13日に言った謝罪後には、いかに勉強不足で無知な発言をしたかを兄に超長文で送りつけて話したわけだけど、今日の謝罪動画の喋り出しが、勉強不足でした、だったからちょっとは聞いたんだろうか。と改心を願うような投稿も言っていました。周囲の厳しい動きを受けて、14日夜に DAIGO さんは、差別的であり、無意味であり、ヘイトスピーチであり、人としてあってはいけない行為だった、生活保護を実際に受けている全ての方に深く深く謝罪させていただきます、などスーツ姿で頭を下げて再謝罪。ダブルコート自分の亡き母親が生活保護受給者だったら、と考えて、自身の発言の愚かさを実感したことを明かし、配信終了間際には、もし母が生きてたらこの状況をどう思うかって考えると、すみません。と涙を拭う仕草も見せていました。